今までの医療、特に日本の医療というのはデータに基づいた医療の質みたいなことについてあまりこう深く考えてこなかった。データをうまく活用してエビデンスをベースに選べるような時代に今なりつつある。例えば特定の医療機器を患者さんに使った時に、どの医療機器を使うと患者さんの治療成績が良くなって、どの医療機器を使うと悪くなるみたいなことが今もうデータで分かるような、そんな時代になってきました。これまで割とこう市販されているデータベースとか分析のツールとかを使ってやってきたんですけども、パフォーマンスが全然こう間に合わなくなってきてしまって、ハードウェアの投資も含めてですね、非常にこう負担が大きくなっている。仮説が正しいかどうかを確認するっていう作業をもうどうしても何十回も何百回も繰り返していかないと、まあ、結論が出ないっていうのが我々にとっても非常に大きな課題だったんですね。今までの日本のその医療機器の販売っていうことに関した市場だけで見ると、日本の市場っては非常に巨大です。日本語っていう壁があってですね、海外のメーカーさんが実は非常に入りづらい。病院で使われている医療材料のデータ分析とかしながらですね、新しい取り組みとして共同購買っていう、あの GPO っていうサービスを始めました。この GPO ってサービスは実は今まで海外のメーカーさんが日本に入る参入障壁をかなり下げるような可能性を秘めてます。共同購買ってサービスは共同購買の仕組みの中で商品をこう営業していくっていうサービスになりますから、シェアの変化だとか競合製品との価格の比較だとかですね、そういうようなことをこうリアルタイムにこうやり続けなきゃいけないんですけども、まあ、ここに花ってデータベースとアナリティクスクラウドっていう仕組みを使ってですね、お客様に提供するサービスもありますが、我々が内部で分析するような仕組みもありますので、そういう使い方をですね、まあ、今後やっていきたいと。アナリティクスクラウドの中で、まあ、そんなお手軽に非常にその高性能な AI っていうのを使わせてもらえるってことは我々にとって非常に魅力だし、大きな期待をしているところです。ある地方ではですね、私立の病院さんをほとんど撤退して、公立の病院さんも非常に効率化を求められていて、そのうち撤退しなきゃいけないんじゃないかというふうに言われているようなところもあるんですね。我々は最終的にはですね、病院をフォローすることでなんとかその地域にね、医療を残せるような、そんなお手伝いができたらというふうには思っています。